波動とは魂と AI、魂はですね、まさに波動的な話にふさわしいということですね。捉えどころがなく、どこにあるのかということも、解釈が大変幅広いですよね。私は魂はあるというふうに確信してるわけですけれどもね、先日マイケル・ジャクソンの、音楽ビデオを久々に見ましてですね、私の心の中にはマイケル・ジャクソンは生きているんですね。あなたの心の中にもすでに亡くなった個人の書物やね、または実際触れ合った人々の思い出とか芸術家とか、まあ人間は必ず死にますからね、肉体的に。しかし魂は不滅ですよね。唯物系の方ね、これと私は対峙してるわけですけれども、まあ唯物の人というのは、魂というのは馬鹿らしいとか、まあ生きてるうちが全てで、亡くなってしまえばなくなると、まあこういうことを言うわけです。10代の頃、大江健三郎というね、作家をですね、の作品をですね、読んでたりとか、同時に不良もやってましたけども、そういうね、まあ本当に私は、小学生の時から10代までですね、遊ぶこと、まあ楽しいことしかしてなかったと思います。当然楽しいことをしていくとですね、前回の調和の話にもあったように、当然楽しいことっていうのは嫌なことの裏返しですから、はい、楽しいという自覚は嫌な不快な思いがなければ存在しないんですけどもね、つまるところ極性の話は今日はしませんが、魂についてですね、大江健三郎さんはですね、全く否定派でしょうね。というのは、大江健三郎にね、直接、輪廻転生を信用しますか先生といった人の話を聞いたんです。そしたらですね、大江健三郎氏はですね、ふっ、馬鹿らしい。大江健三郎ってあれですよ、ノーベル賞、文学賞を取った人ですよ。ふっ、馬鹿らしいと。そんなもの考えたくもないねと答えたらしいんです。この程度の男なんですよ、ノーベル賞文学賞を取った大江健三郎は。その話を20代の頃かな、聞いた時に、10代の頃ね、まあ、結局分かんなかった、何書いてあるのか。そして、何書いてるかっていうことは、大江健三郎の心を見てですね、それがやっと分かりました。もちろんね、人のことはね、批判してるんじゃないんですよ。私はその魂がないとか、輪廻転生がないと、馬鹿らしいと思うことに対してですね、批判してるわけです。今こうやって亡くなった人のことをあなたの心で思い浮かべた時にですね、その魂っていうのが不滅であるっていうことがわかるんじゃないですか。そうです。日々いろんなね、1日6万回も思考してる人間ですよ。まあこの思考停止っていうのもね、前回の調和の話の極性、愛に対するものがなければ、調和がないという話をしましたが、つまりそういうことですよね。思考停止っていうのは一般的に今現代ではですね、悪いことのように言われてますが、思考停止することも、ね、大切なんです。考えることをやめること、これが俗に言うですね、マインドフルネス。そんな長ったらしい名前はつかなくてもいいと思います。瞑想でいいと思いますけどもね。
瞑想で深く感じ、深く集合無意識のような、まあ、または無意識レベルですねを垣間見るっていうことは、実はですね、思考するよりもはるかに、パターンがなくですね、まあ要するにその同じことの繰り返しがない世界に、入れるわけですよね。ですから思考停止っていうのはもう功罪があるということを言いましたけどもね。しかし魂に関してはですね、私の今の話で分かっていただけると思うんですね。不滅なんです。肉体はなくなっても魂はそのまま残っていきます。まあ、その証拠というか型がですね、全ての、私は前回宗教団体が苦手と言いましたけどもね、全ての宗教というのはそのようにですね、魂の不滅さを言ってるんですね。で、この私が今、収録をしているというのはですね、全くなんか小肉らしい、サイト、何言ってんだこのバカがとバカという言葉もね、大変ですね、使うのをためらなきゃいけないこのめんどくさい時代ですよ今は本当に。はい、言ってんだこのバカと思うようなサイトを見つけました。AI に魂は宿るかというようなことを書いてありましてですね、 AI に魂が宿る日はすぐに来ると思いますと。魂は何なのって言ったらですね、魂は自我を持った精神としますと。まあいろんな解釈あるけれどもね、まあ結論的には AI がですね、ごちゃ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 書いてあってですね、魂が宿るというふうに書いてあったんです。そうですね、その精神とやらがですね、ロジック論理言葉言語置き換えな世界なわけですよ。はい、ここにですね、私は大変な違和感を感じたんです。つまりですね、全ての物事はまあ語れると信じて疑わないわけですよ。はい、ここに対して私はですね、全ての事象を語れると思うこの傲慢を通り越して、日本語にはですね、驕慢とさらに批判的な言葉があるんですね。驕慢っていうことに気づいてないという、まあおバカさんなんですね。まあ AI についてはですね、私はね、もう一言で片付けられるんですよね。人間よりも優れて、魂も宿るっていうふうにね。しかしですね、まあ AI、つまりロボットがですね、現実問題、人間の毛髪一本作ることはできないんです。そうですよね、いまだに、髪の毛一本作れる機械ってできてないんですよね。それが現在、2022年8月24日現在のテクノロジーなんですよ。何が魂が AI がね、できるんだと、感情を持つんだということのね、アホらしさにですね、まあもっともそういうことをね、Google をクビになったあのエンジニアがですね、なんか論文書いたんでしょうけどね、まあそういうのはちょっと動画で見ましたけど、まあ Google をクビになったらしいんですけどもね、まあそれは Google の方が正しいなと私は思います。アホらしいんですよ、はっきり言いまして。はい、私はですね、その大いなるもの、自然、まあ、宇宙があって、太陽があってですね、地球があって、ありがたいことに水の惑星があってですね、ありがたいことに我々がいるということで、じゃあ AI がですね、太陽でも作ってくださいと、地球作ってくださいと、ね、人間作ってくださいと、髪の毛一本作れないのか、何が AI に魂が宿るとかね、
こうのたまうんでしょうかね。はい、これが私の意見です。本当にアホらしくなるサイトがあることは前回の私の、調和で話した通りありがたいんですね。こういうおバカさんがいるから私から見るとですね。はい、波動とはですね、魂と AI、くどいようですけどもね、魂とは不滅。なぜならばあなたは個人の、ことを思い浮かべたり、個人の音楽を聴いて楽しんだり、個人の文学をの言葉がね、未だに心に響いていたり、個人の映画見て感動したりと、つまりその個人を思う気持ちっていうのが、存在して、これがまた10年後100年後1000年後もですね、存在する人が魂レベルの高い人ということになるのではないでしょうか。つまり魂は死にませんね。それを物理的なですね AI が、再現したり存在するなどというね、どういうこのね、またこういう理屈っぽいのがまたものすごくですね、間違いない、私もね否定のしようもないような真実を織り交ぜながらですね言うんです。まあ人間6万回もね考えてますけど、ほとんど無駄なことです。はい、ということで、感じろと、考えるな感じろ、まさにそういう時代が、これから来て、初めてまた人間界の今非常にですね、あの AI 過信境、科学過信境ね、まあ一種のですね、医学もですね宗教なんですよ、科学も宗教です。体験に基づかず自分で確認しないことがね、99.99% で、博士号などを取ってる人はですね、これは、宗教と何ら変わらないです。宗教の批判ではないです。宗教と同じですよね。はい、単純に信じているということです。で、科学の重要な要素はですね、疑うとは一つ重要な要素なんですね。ですから私は、こう見えてね、全く学位のない科学者だと思ってます。権威をひけらかしているバカと、ひけらかさない天才と私は仕事してますけれども、そういう意味において、そういう嫌なやつというのは私にもいますし、皆さんにもきっといらっしゃると思いますけれども、そういう方がいるから、そういう方に感謝するという気持ちをね、ここでまた前回前々回と同じ話になりますけれども、心の調和が取れるもんだと思います。はい、人のいいところだけ見ればいいというと、そう、悪いところは、そこで初めて私の意見が生まれるチャンスになるというふうに思ってます。私の魂を磨くために存在していただいた、崇高な人というふうに、思ってですね、今日の話を終わらせていただきます。魂と AI でした。それではおやすみなさい。